やばめちゃー。はいどうもこんばんは、しらめいでんでございます。今日も、ゲーム実況やっていきたいと思います。いやラーメン食って音すげえ聞こえるっていうことなんで、じゃあ早速お呼びいたしましょう。じゃじゃじゃん、本日のゲストトインディージョー高橋さんです。お願いします。いやラーメン食ってんじゃないよ。ラーメンうまいね。何ラーメンよ。千里眼のラーメンは。まあ今日はね、高橋さんがニンテンドースイッチ持ってきてくれたんで、これね、ポケモンやりたくて。はい、まあ、ポケやろうよ。まあ視聴者の人とね、あのできるってことで。この見てる人はポケモンやってる人も全然いるの？わかんないです。あ、でもポケモンその初代やってくださいって俺に言ってくように、こんなもん送ってくらいなんで。テント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 ン、あ、ルージュラ？そう、ルージュラガチ勢なんで、まあ、ルージュラ縛りプレイやってくださいみたいな言われてるんで、まあ好きな人。厳しいね。厳しい。でも強いでしょルージュラ。いや氷ポケモンって初代とか。初代は強かったんだよ。うん、最近は初代最強だったんだけど、ちょっと今氷ダメ？いやそんなことないけど、まあ、ソードシールドのポケモンだけはちょっとできないですよね。はい、いや氷タイプの何がダメなの？その弱いというか、その氷タイプって氷タイプしか耐性がないのよ。というと例えばその水タイプだったらさ、うん、火に強い。あ、強い、あるね。とか、まあ、水に対しても。あ、水対水でね、うん、うん、とか、その鋼タイプにも強いとか耐性があるんだけど、氷は？氷タイプはなかったっけ？氷タイプにしかないの。ええー、だからちょっと不遇なんだよ。なるほどね。はい、こんばんはこんばんはこんばんは。いや斉藤さんじゃないですよ。斉藤さんは怪我大丈夫だったんですか？治ったんかな。いや、もう治る気配がある。治る気配がある。よかった。はい、はい、今日はね、だから視聴者さんにもポケモンソード&シールド持ってる人いると思うんで、よかったら高橋さんのガチパーティーと。汚ねえな俺の家。今背景やばいな、やっぱちょっと片付けなきゃな。まあまあまあ、じゃあ早速ゲーム画面。映しちゃいけないもん大丈夫ですよね？映ってないですよね、ゲームも。個人情報映ってない。住所、まあ住所映っても誰も来ないだろこれ。もういや、うちの家は別にいいですけど、高橋さんの家。あ、ありがとうございます、オーディーさん。いや、どういうことよ。なんで負けるたび俺が、テント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 ンとしなきゃいけないの。はい。一応カメラ2台、ディスタンス守ってますというのを、はい、換気もしっかりやってます。はい。まあ僕ね、ソード&シュード、全然知らないんで、まあちょっと見たいっていうのもあるので、はい、じゃあ俺じゃねえ、ハゲたの。はい。はい、あ、やっぱそうか、江藤博之の絵の字がごめんなさい、違いますよね。はい、その、この後、魔法陣グルグルやるんで、この後、江藤博之。ま、もち間違えた。はい、直します。はい、ナイスパーです。高橋さん、勝率どんぐらい？もう、全然操作してもいいですよ。あ、もうね。画面映してるんで。音うるさくないですよね、大丈夫ですよね。はい。すっごい負けてたの。昆布版は、あ、昆布ちゃん。昆布ちゃんの？嬉しい、恥ずかしい、たかし。あ、出た。嬉しいね。あんまやってなくない最近これ。やってはいるのよ。あんま見ない最近、確かに。はい。さあ、ソード&シュード。はい、待って。じゃあ、対戦。いや、もう、じゃあ、普通に、まあ、一回フリーでやって、その間に視聴者募集しますか。なんか、あれ、これネット繋いでんだっけ？繋いでます。パスワードできるでしょ、なんか。もうね。マスクしないとダメなんだ、ね、あ、ヤドン。あ、あ、ヤドン。あ、ヤドン可愛いからね。ヤドン可愛いね。念力でしょ。え、まだエスパー？ヤドンってまだエスパーなんですか？エスパーのみ。いや、水エスパーなんだけど、うん、ガラルのヤドンは、うん、エスパー、タンエスパーみたいな。俺はちょっとね、ポケモンまだ今初代をちょっと勉強中です。もう一回やるんで待っててください。さあ、インターネット配信、今日はね、トレンディエンジュー高橋さんがなんかガチパーティーでちょっと、うん、負けすぎて、今年に入ってからちょっと
まだやそんなやってなかったんだけどね。何割ぐらい？え、めっちゃ負けてると思う。マージャンとどっちが負けてる？ポケモン。ポケモン、そうか。そうか。これ見て、14勝20敗だから。なんかあの、ルミネでやってたらさ。お20敗って結構、あ、負け、確かに半分以上負けてる。その、ルミネの Wi-Fi ってめっちゃ弱いの。あ、はいはいはい。その、対戦中に勝手に切れちゃったりとかさ。そうしたら強制負け？強制負け。うわ。ルミネの合間とかにさ。はいはい。うわ、向こうもガチガチのパーティーだ。KP さん。これ今 KP って人と対戦する。もう視聴者の人なんか後でパスワード出すんで、あれしようか。合言葉みたいに出すんで、対戦持って相談シートやってる人よかったらお願いします。やだね。あ、ガーリーの高井もやってんのか。あ、そうそうそう、やってるやってる。対戦しました。あ、なんかそう、普通にプライベートで何回かやったことあるよ。高井もガチだから。フェニックスもそうだね。フェニックスも高井も。うわー、無事。今3、え、相手が、じゃあ味方が高橋さん、サンダー、ガブリアス、よ、ゴリランダー、ご、わかんねえ、サンダーっすか、ダー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 でしょ、サンダーね、え、サンダースじゃなくて、サンダー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 でしょ。あ、右が高橋さん、ピンキーで、ケーピー。さあ、ここからベットしてください、皆さん、どっちが勝つかにお金かけてください。はい、ダメだろ。ダメか。はい、音楽かっけえ、サンダーだ。え、向こうもサンダー？向こうサンダー。こっちはゴリランダ。何ゴリランダ？いつから？相談のシュートか。やばいやばいやばい。これ絶対相性悪いでしょ、だってこれ。うん。ダイジェットやられる、これ。もうこれグラスサンダーってあれか、フィールドのやつかね。グラスフィールドね。どっちも回復するってやつね。そう、あ、でも飛行タイプとか浮遊タイプには効果ない。効果ないから。あ、じゃあサンダーは別に回復しない。さあ。これ暴風来るから。ほら。あ、自爆。暴風って何？暴風飛行タイプの最強技ね。でもこいつはあのね、あの電気剥がれながら、あ、これ、お、弾だ。何弾って？命の弾持ってると攻撃力が 1.3 倍になるけど HP が減るっていう。あ、向こうを使ってるね、うん、外国人か。向こうザプトス、ザプトスって、ちょ、読み方わかんないけど。さあ、いや、これ熱風あるもんな、絶対。うわ、懐かしいな。おい、そう、このちょっと一発、いや、ボルチェンされるか。あ、そうか、残り30秒。おい、そう、友達いなかったから対戦ってやったことないよね、ほんと。ああ、え、あ、はい、じゃ早い、展開が早いね。引っ込めたね。で、これは、あ、ガブリアスです。これは何大丈夫ですか？ドラゴン地面。こいつ最強ポケモンだから、ガブは。ガブ、これ剣の前されるだろ。これ引く、引く、自信だもんな、絶対に。いや、あ、やっぱみんな KP さんが勝つ方にってかけちゃってる。高橋さんが勝率悪いから。やばいよ。高橋さんって結婚されてるんですかって思ってきて。実はしてないです。そう、実はね、誰も考えてない。これ地震耐えない、地震でタイプあれでしょ、地面だから今一つでしょ。ああ、いや、でも炎の牙が耐えるよね。うん、抜群なんだ。ダメ、やけど。あ、でも、あ、そうか、鋼はそうか、炎効くのね。で、ラスターカノン、これはラスターカノン鋼技。おお、いいダメージで、もう食べ残し。いや、あの、だグラスフィールドの、でもこっちも回復するでしょ。やばいやばいやばい、やけどちょっと痛いね。ちょっとどうしよう。いや、イヴァンの実発動してるんだけど。誰これ、誰、誰これ。イヴァンの実。さあ、うわぁ、これ炎の牙。磁場庫切る。なのね、磁場庫移動を諦めるかみたいなことでしょ。いや、激励。やばい、今何気にピンチだな。やば、ガブは激凛、ガブはそうだ。いや、でもゴリランダー、いや、炎の牙やっても、ちょっとこれ第一戦なんでね、あれですよ、ちょっと勝ってほしいな。ルージュ、何、さあ、これを切りましょう。あの行でまあやられると、やられて次、次だ。技ポイント、技ポイントは何だ。いや、これでもランダーの、ゴリランダー出して、相手サンダーだろ。あ、これ3対3、これ3対3。ゴリランダーでメス、ね、メスか。これはこれサンダーに変えてくるんですよ。あ、絶対ね。はい、で、それを読み切ってののトンボ返りなんです。飛行に効果あるやつ、ほらね。あ、はい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 、一撃者ある。はい、サンダーね、ダーに変えて、はいはいはい。あ、よ、読んでます、読んで、すいません、すいません、読んでます。飛行に抜群なやつ。いや、トンボ返りなんてこっちに戻って。あ、なるほどね、そういう技なんですね。
はい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 、ダメージ与えて戻るってやつ。そう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 。さあここでどうもこんばんは。はい、今3対3の対戦をやっております。いやこれダイジェット切られるな。いやダイジェット切られたらちょっと、そう、全然ごめんなさい、実況と言いつつ全然相談シート分かんないから。いやダイジェット切られたら任す、高橋さんに任す。ちょっと、いやこれ大ドラゴン打つしかねえか。ガブリア、ガブリアさん剣の前に積みたかったけど、これで1回、あ、だ、あれか、ディでかいやつ、ダイマックス、ダイマックス、うん、ダイ、いや、ダイの一番ねあーさあ、敵も使ってくる。いやさあ、でかこれ、ちょ、剣の前積みたかったんだよな。はいはい、技にね。え、あー、なに、向こうも使ってきた、向こうもダイマックス、うん、どうなん、これは。いや、でも絶対に十中八九ダイジェットだから、素早さは向こうの方が早い。いや、そのダイジェットで素早さ1ランク上がるから。なるほどね。次の攻撃3ドラに攻撃されちゃうの。その大ドラグンで絶対落とせないしな、一発じゃね。だそうです。まあ視聴者さん、ソード&シュード詳しい方とか持ってる方、この後対戦してください。いや、これ2発でも危ういじゃん。さあでも弾ダメージ入るだろ、攻撃、ああ攻撃下げてんのね。ダイジェットどんぐらい買うの。期待しないか。もう一回耐えそうじゃないですか。いやでも、あ、しかも相手も命削りに倒せるでしょ。いやいやいや、その相手が素早さ上がっちゃったから一段階、まあ一回食らうわなっていうことでしょ。一回、あやす、上限の2万さん、ナイスパーでございます。ポケモン配信待って。いやーこれ耐えないもん、これ負けるぞこれ絶対ダイジェットでしょ。あ、ぐるぐるは21時からやる予定です。はい、これ負けたぞ。負けた、諦め、このダイジェットを耐えない限り。そうか、ワンチャンかけましょう。あ、ゴリなんだ。で、どうする。ダイジェットで、まあゴリランダーを犠牲にし、はい、そのダイマックス技っていうのが確実に技が当たるんですよ。はい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 。ただダイマックス技のサンダーの技がおそらく暴風なんで、暴風は命中率 70% なんで、はいはいはい、まあ、これ死ぬと、死んで素早さは向こうのが上なんですけど、この急所は関係ない、うん、ダイマックスって何ターンですよ。3ターン、3ターン、じゃあ次終わる。そう、なるほど、諦めたらそこで試合終了ですよ。映画かなる、映画っていうかアニメか。ダンク？いや、スラムダンクのダンクって言わない。犯罪先生、ポケモンが。この暴風を俺は避けます。あ、命中率が悪いからね。はい。これ避けないと死にたっても死でしょ。もうラストポケモンガブリアス。さあ。この暴風を僕は避けます。避ける。羽休めかい、剣の舞だった。え、何羽休めって？回復？回復？激に打ってしまった。え、当たない？激に出なんだっけ、連続攻撃のやつ、ドラゴン技、うわー、なに、羽休め、あー、次はちょっと、激に打っちゃった、激にしか打てないんですよ。あ、激に で連続で攻撃力上がってくやつ。うわ、暴風当たるんじゃん、うわはははは、あー、負けたー、弱っ、弱っ、いい試合だったな。いやいやいや、一匹も倒してないですよね。そうじゃん、あれ、やば、はい、視聴者さん負けました。チャンスよ、これは勝てるチャンスよ。あそこで剣の舞を決めて暴風命中率 70% 避けるっていうしか、うん、勝ち目はなかったね。勝ち筋がなかった。でもあいつ倒してももう一匹残ったりしますよ、ね、なんか。でもあのガブリアスおそらく最速にしてるから、俺と最速で一緒だから素早さが、だから同速勝負だから、もうそれはもうポイント、うんうん、それでも運かい、そこでやって運かい、はい、しゃあないってこと。はい、なんか対戦視聴者でもいなさそうなんですよね、視聴者。ちょっと俺の負けを見てくれ、俺の負けを。じゃあもう一回、じゃあ行きましょう。もう一回対戦します。はい、勝つとこ見せたいからな。こんばんは。いや、罰ないです。なんで高橋さんが負けたら俺罰やんなきゃいけないねえ、うん、まあ、次回 あったらね、まあ、なんか次回、まあ、今日はお試しなんで配信できるかどうかみたいな。ランクにはどんぐらいですか。ランク
これか。次は6対6。うん。3対3か。ここから3対。え、ルージュだわ。ルージュだわ。俺マジでルージュな対戦で見たことないけど。え、敵が使ってんの、マジか。やべ、向こう純伝説全員使ってる。もう全然わかんない。ファイヤーと、その何、鎧みたいなやつ知らない。マッシブン、レジロック、レジアイス、レジスチル、レジドラゴン。レジなんたら系ね。名前だけ聞いたことある。まあ、それ、知って、あ、でも結構知ってる人多いな。サンダーやっぱ強い。結局強いんだよな。うん。あ、電人さんが17、じゃあ次お願いします。あの、電人さんって前、17の時。あ、前、できなかった人。はいはい、電人さん、じゃあ次お願いします。とりあえずここでやってから、次お願いします。はい。顔面に輪ゴムやんなくて。あ、じゃあ次、ちょっとじゃあ次かけるわ、じゃあ。え？レジは何？硬いってこと？わかんない、よくわかんない。え？レジ。脱がない？なんで脱ぐの？まあソード&シューだけになんかソードっぽいことやろうかな、罰ゲームを負けた。さあ、あとセーフタイムが10秒しかない。はい、これが、え、これ6対 6？ いや3対、だから6匹、その店の、あ、店の、ただ誰出すかをそう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 、わかんねえんだ。うわー、これ、いや、おあ、可愛い女の子じゃん、メイちゃん。そうだ、め、俺めおれメイちゃん、あ、メイちゃん、メイ、絶対おっさんで、ヌイさん、絶対ヌイか、絶対おっちゃんでしょ、こんなんやって。さあ、あ、こっちゴリランダありました。これね、鳴き声、鳴き声も全然わかんない。ゴリランダの鳴き声わかんない。ゴリランダ、これは鉄壁積んでくるタイプですね、おそらく。わかんないけど、うん、とりあえず畑落とします。さあ、まあね、ちょっと次負けたらじゃあケツバット食らいますわ。はい、畑落とし、全然与えてない。5つ目か、ね、5つ目、コツコツメット防御か。やべ、レンジャーで、あ、麻痺麻痺麻痺くんの、あ、麻痺っちゃったじゃん。お麻痺、結構ポケモンの麻痺強かったイメージよ。だから前よりか、技がだって半2分の1くらい出せないでしょ。あ、いや、いや、今そんなにじゃない。田辺さん初代からやってるし、俺も初代と金銀はやってます。さあ、あ、さっきと違う、ドヒドイデ、ドヒドイデ、何これ、水毒タイプ。鳴き声どんな感じですか。キキキキキキキ、あ、やべえ、ステルマンかれた。これよ、フィード出てくるたんびにダメージ食らうから。ああ、なるほどね、入れ替えがきつくなる、うん、じゃあ本当補助的なやつなのね、デイジスチドイヒネット。さあ、今視聴者 JK めちゃくちゃ来てるんで。え、 JK めちゃくちゃ JKJK くん見てんの。女子高校学者、高校学者、女子高校、硬いな。カチカチくんだ、カチカチくんだね。やることない、向こうね、どうして、あ、特防、特攻だっけ、めちゃくちゃ特防がグーンとグーンと、え、本当何、こっちのなんか技ポイントを使わせるとしてたり。熱湯は何の子、熱湯はね、水タイプ、やけどする3割でやけどする、はいはいはい、技なんですけど。今私ポケモンすごいね、確かに。さあ、そうか、ダイマックスをいつ使うかね。どうっすね、めちゃくちゃ、どうせです、これステロ、ベンジ、え、なんだ、あともう1個あるでしょ、バザー、何積んでんの、もう負けそう。え、さあ、なんか嫌な感じよね。特防上げて、な、なになに、やけどさせたいんですよ、とりあえず。37歳の JK、 え、よくわかんない。鉄壁ボディープレス、これは鉄壁じゃないか、ボディープレスだから。あ、全然食らない、全然食らない。これはなんだ、器、もうこれはもうチンチンよ、チンチンなの、うん、マンマンではない、チンチンだ、うん、これもう全然焼けないんだけど。確かに、3枚でしょ。まあだから、あれ時間稼ぎみたいなやつでしょ、こいつは。だから何なんだ、これボディープレスも入んないんですよ、全然食わないですね。何なんこいつ、熱湯で一回焼けたら24時3か、全然焼けないじゃん。これあ、うん、こんな焼けない、もう今5回使って1回も焼けてない。さあ、そうか、面白いです、まあ、
俺64のポケモンスタジアムちょっとやってたの。急所でこれだからね、全然食わない。で回復するでしょ、うん、黒いヘドロ持ってるから。そう、焼け焼け。なんなんえ、対戦合うとかないんですか。ないか。え、怪しいよ。さあ、この時折打つ、上のあれ消せないの。え、あ、邪魔邪魔ある、邪魔ある。え、はい、あ、よえ、ちょ、焼けてからちょっと俺交代させたいのよ。まあそうだね、意味ないもんな、長期戦だな。ボディープレス、こんなに焼けないことある。3割でしょ、3割。まあまあ、パチンコでいったら3割ってね。ああ、焼けた、焼けた。で入れ替え、入れ替えしなくても火傷で死にそうやな。そんなことない。あ、でも全然か。で、ここで、うん、あ、どこどこ、黒い霧、黒い霧を、黒い霧でね、魔法使わなくなる。これで黒い霧をやりまして、はい、そうね、交換できなくなる。ああ閉めてる。まあまあまあ、ここはそこまで上手に焼けました。とりあえずちょっとある程度削りたいんだよね、黒い霧。あ、自己再生もあるの。これもうちょい削るか。てか倒せるじゃないですか、そいつ。マジで。いや、倒したくないんで、これサンダーの起点にしたいんですよ。あ、なんかいいこと言ったっぽい。正気ですよ。これ、でもダイジェットで削る。でも、そうか、また向こうにサンダーがいるのか。ネットをとりあえず打っておこう。だってこんなボディップしかやってこないから。ね。え？こいつは毒毒は効かない。効かない、鋼タイプだから。効かねえよ。毒毒めちゃくちゃ強かったよ、ね。毒毒強い。で、こんなにカラーのポケモンじゃない。みんなってやっぱおっさんしか見てないな。え？やっぱみんな金銀までしか知らないって。これ一回自己再生挟んで、おう、股間に火傷したデジドッグ。はい、これ一回自己再生しますよ。で、火傷で50%回復ね。これでも大ジェットで倒さない。このスキンルージャー、これも電人さんルージャー使ってくるかな。これブラック、あ、そう、ブラック&ホワイトね。はい、さあ、ここでもう一発ちょっと熱湯打っとこう。熱湯打ってね、削って。で、入れ替えると。はいはい、OK。これ全然積んでいいんですよ。熱湯って魔法攻撃？特防？あの特殊技、水の。あ、だから一応特防は関係あるのか。でも、まあ、やけどだから。やけどの方がダメージ。うん。で、相手の、これ黒い霧を、黒い霧は何の効果。黒い霧はあのステータスを元に戻すっていう。ドラクエと一緒。いつか波動みたいな。うん、あれ敵味方どっちもいい。あ、動けない。あ、あ、でも大丈夫。敵も、敵の味方も倒せそうだけど。あ、ドヒドイデって何。あ、一応人手っぽくも今気づいた。ドヒドイデ、ドヒドイデ、ひでえ名前だな。ひどいよ。ミュウ、あ、ミュウ、俺初代のミュウもらってなかったな、俺。やっぱ配布されたけど。あ、これで、はい、これオナラス元に戻り、オナラ戻りのペコリーノ、テレファンク、サンダー、あ、ソードアンドシールド追加ダウンロード。なんだ。さあ、相手もなんで、あ、相手戻るでしょ。相手も買いに行ってくんじゃない、これさすがに。ボディープレスでいくんやろ。どうなる。ああ、トカットめちゃくちゃ食らうじゃないですか、トカット。電池は効かない。で、一発羽休め。ちょっと待って、でも先制するでしょ。こんばんは。はい、今ポケモン相談シュート配信やってます。熱風じゃダメなんですか。これダイマックス切らないのに。さあ、ちょっと羽休みしてみる。え、ちょっとちょっと迷ってる。あ、ダイマックスの
さあ大ジェットでで倒してどうでしょう。スライス上げて伝説残ってる順伝ばっかりなんだよ。そうこんばんは今人でけえな大ジェット倒すでしょ、うん、倒しました。倒しました。意味ないよこの急所。急所確かに。急所ってどこよ。ここで出るな。レジスティの急所どこよ。どこよ。さあで誰で出してくるか。俺やむちゃ状態。本当全然わかんない。え相手の動きは見えない。残念だが俺はこの先はついていけないようだ。ファイヤー。伝説だ。あこれわかるよ。でーでー。これは鳴き声わかるよ。ファイヤー。これダイジェットしないとダメだよな。サンダーとファイヤー別に相性ないでしょ。普通でしょ。あ、うん、あ使った。脱い。ダイジェットっていうのはでかくないですね。いいよ別にスパスパいいよ。ヒルヒルも吸ってるし。で大ウォールするか。え向こうの方が早いの。あこっちの方が早いの。大ジェット早いの。でどんぐらい。おお、まあここ急所に当たってればってことね。なのねさっきのなん、えこの技で俺落ちるってこと。フリーザーダイバーンで落ちる。ドーンダーンダテッチ。ダイバーン落ちないよ、ね、落ちないよ。で勝ちでしょ。勝ち確定でしょ。これ大ジェット打ってるからね。で素早さ上がるでしょ。で大ジェットでしょ。第3弾あっデーマックスサンダーがドゥーデキデキデキでフリーザードーデーン。いやダイジェット安定だよな。でファイヤーデーン。でも相手がダイウォール。そうだな。あダイウォール防ぐやつね。あこれポケモンって同じ技連続で出すと失敗しやすいってまだあるんですか。いやもうない。守るとかだけか。あ戻っちゃった。10万ボルトで落とせる。で効果抜群だからね。あのなんかふぬこんなでかいのはなんか大マックスやつがあるんで。はい。そうです。こんばんは。よし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 。倒した。あもうラストあと誰誰まだわかんないの。全然わかんない。レジナンターじゃないの。違うか。えサンタ死にそうじゃん。HP5。次の攻撃で。ダイマックスお互いに試合1ターン1回です3ターンヒットポイントの2倍で技が投げる。やばい。これえハッサムハッサムでしょ。防具を当てればいいだけだ。マッシュ熱風打つか。いやちょっと待って。マッシュブーンマッシュブーン。ちょっと待って。 何ポケモンだこいつは。さあいける。えでも倒負けてももう1匹いるでしょ。大丈夫これ確実に熱風打つ。どういうこと。熱風でスパイスは大丈夫。いやただ確実でもねえんだよな別に。暴風とどっちがいいの。混乱うらー混乱混乱暴風当たった。うわあ当たんないことあんの。あーいや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 。え結構今危なかったの。いや暴風って命中率 70% で晴れ状態だと 50% ぐらいになるから。あさっき日差し強くなっちゃったから、うん、そうか危な。でも負けてももう一匹いたでしょ。ゴリラアンがゴリランだ。勝ったさあ勝ちました。何31対19って何だ。あ背番号みたいな。いや一応みたいな。さあ電人さんじゃあはいはい肩振ってください。おめでとうございます。長い一試合一試合長えなポケモン。いやこれは特に長い試合だったと思う。短かったらもう5分ぐらいで終わってる。まあそうそう 70% でそうか。さらに日差しが強かったから暴風がそういうのはあんのね。じゃああの電人さん どうせやんの。なんか、ね、パスこの通信対戦で、はい、今入れます。パスワード。パスワード。まあ、まあ、好きなのにパパって入れちゃって。何がいいかな。八桁か。うん。まあ何でもいいじゃないですか。シコシコ0721と。嫌なの。あ、いえ、だってねえ、平国の俺の先輩特許なんですよ。え、ちょっとどうしよう。なんでもいいんだよね。
まあ、逆に場合こそが見せちゃうとあれか、あでもいいか、しょうがないか。まあ天神さん大丈夫見てますか。まあ見てなかったら他の人が入っちゃうけど、はい。じゃあ本当適当に打ってみる。はい。五六九八。ちょっと待ってください。五六九八。五六九八二一四七二一四七。はい、五六九八。はい。さあじゃあどうです一応。オッケーですよ。はい。シングルバトル。はい。はい、あ待機中してます。はい、レンジさんお願いします。五六九九八二一四七。はい。さあ視聴者他に対戦したいって人もう一人ぐらい、この後もできるんで。一回対戦普通だったらね五千円かかりますけど。俺が仲介仲介手数料五千円。名前は何ですか名前は。デンジさんの名前聞いてな、ああ向こうの名前、そうデンジさんの名前なんですか、リオ誰か先に入りそうとペンギンとかリオが今出てるってこと、対戦できるってこと。でもそのパスワードを打ったら どうなんだろう、俺も いまいちよく分かってないんだけど、もうよく分かんないね。暴風へデンジさん待機してんだけど待って、これよく分かんないんだなこれ、よしさあまあ、この部屋はみんなヘイしたくなるから、ヘイデン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 、あ、ヒロトロですって出てきてないですね。え、これパスワード打ってお互いにいたらパッて表示されるんじゃないんだってこれってね。逆にヒロトロって検索できない、人の名前で検索はできないですか。あ、なんかね、結構めんどくさくなったんだね昔に比べて。ヒロトロが出てこないですねこれまたのパターンか。電人さんは運がねえな。運が。電人さんも繋いでるんですよ、ね。繋いでインターネットに入ってる、ね。そうそう。で多分その56956821の繋いでて、ただ出てこない。しゃあないかこれ。そういうもう近くにいないとダメとかあるのかな。いやそれはないよ。下高いでヘイム、ショーマ。違う人が飛んでくる。ショーマとか、まあ、画面でもう出ちゃってるからそう。ビーンちょっと違う人が出てる。ああまあそっか、8桁で全世界マッチいるからいろんな人が混ざってきちゃうから混戦しちゃうのかな。さあでもこの8桁かぶることあんの。いやーあんじゃないな、5、5、6パーうん解消そうですね、相性が悪いとしか思えない。だって電人さん前もやろうとして前もやろうと名前が出てこないんですよね。ステッカー受け取るんですけど、え何ステッカー受け取るんですか、何ステッカーって何、ステッカー検索、あステッカー検索、うんステッカー検索で、あちょっと待って、えなんて名前でやる、ひろひと、ステッカー検索、韓国の人とかも入ってるかね。ああ名前検索できないですか、ステッカーでヒロヒトみたいな、できない、分かんない全然分かんない。だってこれってパスワード打ったらできるんじゃないの。やったことありますし、何回もある。ちょもう一回、もう一回ちょっと一回キャンセルしてシングルバトル、あひろとうだ、ひろとうでもひろ出てこないですよ、ひろひとはとか天皇系の名前だからまずいな、危ない。ちょっと待って、シングルパスワード、一応あシングルでやってなかったんじゃないですか、シングルバトルっすよ、シングルじゃなかった可能性もある。ひろひとは親王だからまずい、危ない、バンサイ、さあ、あすごい300人増えた、ちょっとパスワードちょっと待って、シングルバトルですよ、シングルバトルでお願いします、ひろとうさん、はい、ちょっともう一回適当に打つよ、はい、5、また変えてみるよ、はい、ちょっとなかなかこんな難しいんだ、じゃあ適当に5799、待って5799 8053、もう一回お願いします、579980、これでできなかったらもうおしまいだ、いや行く行くオナニーじゃダメだよ、1919 579980、電人さんもシングルでしたって言って、なんで
こんななるもんなんだ。あ、めちゃくちゃ来た。マヨ、ポケット、ビー、マサキ。さあ、これでちょっと2、3分待って出てこなかったらもうやっちゃいましょう。いや、2、3分も待たないんだけどな。そう、有利。俺それこそそのガーリーレコード入れましたって来て、うん、入れました。ガーリーレコード、あー見つかった。あー見た見た見た、やっとだ、やっとこうなんのね。はい、ひろとさん、やっと来た。おー、ついによ、こんなね。俺、じゃあ僕が決めますね、対戦ルール。うん、さあ向こうは誰でも、シングルバトル、シングルでポケモン何匹とかだよね。なんで俺が脱ぐんだよ。おめでとう。バトルタワールールだよね。バトル、すべて50にする。あ、ノーマルルールか。はい、まあがいいんだよ。はい、何倍、ただ見てるからね、高橋さんのポケモン結構有利かもしれない。さっきと違うのにしようかな。あ、パーティー何個持ってんだ。さっきのと違うのにしてみようかな。じゃあポリゴンいいんじゃん。あ、違う、ポリゴンじゃない、なんだ、ポリゴンの2だ、ポリゴン2だ、あれポリ2で、これで勝負開始でいいんすね。はい、今向こうやん。ただこっちのやつ全部見られてるからあれかもな。デンジさん、俺のは見ないでくださいよ。鳴き声、鳴き声、おい全然わかんないよ。ティドゥーン、ティケティン、ティケティン、たよ、たよ。あ、来た、はい、来た。さあ、参加するポケ、向こう誰だ。あ、ルージュラ入れてルージュラ入れてトゥン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 と入れてくれたんですね。ルージュラ入れて初めて見たでしょ。ルージュラだ。どうなの、他のポケモンマジでわかんねえ。一匹もわかんない俺。絶対大に合わせるという氷でしょ。どうしよう。ポリゴンは66兆2000。ルージュは来たよ、初めてよ、初めて通信体制。ルージュ、キュアはキュアはサンダー、ゴリランダ、ポリゴン2だ。でるーでー、シザリガーで、向こうがな、水系だ、なんわかんねえよ。どうしよう。あ、順番？うん。はあ、はあ、まさか、ここであんま言っちゃうとバレちゃうから。あ、これ6匹選手になっちゃってるわ。3匹でいいっすか？6匹まで選べちゃうから3匹でお願いします。あ、っていうこと？うん、よくわかんないけど3匹だけに。6匹は長すぎるから。あー、なるほど、ごめんなさい。じゃあ電磁さん、一応今終了してたら罰を知って6匹になっちゃった。大丈夫かな。あ、だから向こうがもうおっしゃったかな。ちょっとね、あの、そうそう、ラグがあるから。これさあ、あ、3匹選手だ。あー、オッケーオッケー。さあ、どっちが勝つかベットしてください。ベット、ルージュアが出てきたら激アツ。確かに選ばない可能性もあるのか。さあ、これ鳴き声わかるからね。ちょっとやべ、ブリザボスだ。え、なんこれ、ポニータの氷系みたいなやつ。いや、こいつマジ強えんだよ。さあ、こっちがなんか変なの、変なシザリガー。さあ、熱い戦いが始まりました。ブリザボスは何、すごい、全然氷タイプマジ強い。こいつ素早さめっちゃ遅いんだけど、うん、あー、だい、いきなり使ってきた。こいつマジで強いのよ。何、氷と何、氷だけ、単氷、単氷、でかでかで、何を使ってくるか。いやー、これダイナックルとか、また今日玉、玉かな。はい、直帰か。え、12キロ、直帰です、直帰です、直帰です。これ何、これ、うわ、いや、あ、生きてる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 。で、こういう、なんか、あー、でこれやれたら危なかったな。まあ、モンハンだよ、確かに。ただ、ダイマックスはまだこっち残ってるんでね。いや、マスター、マスターボールで捕まえないでしょ。
入らないよ。でかすぎて。インファイト、何インファイト。ああ、いいよ。ああ、防御下がってもしゃがないでしょ。で、いや、ブリザボスマジ強いんだよ、こいつ。でももうこれ2ターン使ったから、あと1ターンだけど、向こう。うん。チャンスチャンス。強えな。ポケモンじゃねえよ、僕。はい。どうしよう。足ダディが1体。さあ、2体目。やばい、白の稲垣。攻撃力上がるから。2段階上昇中だよ、今。やばいね。やばい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 。なんかその守るやつとか。計算中です。計算中です。やべ、ちょっと連れてきたやつ間違えた。いや、わかんない。向こうにはルージュラがいるから、多分きっと。チャンス。ルージュラいるはず。チャンス。ルージュラを。さあ、オリゴン2来ました。あ、ティドゥンティキティン。トデース、何これ。白の言わなきゃ意味ねえな。ああ、パクるってことね。はいはい。さあ、ピンチですね。あら可愛い。ガンバでやってきてますよ。できれば勝ってほしい。今日は可愛い。今日はこれで死ぬ？大丈夫？耐える？はいはいはい。ああ今一つ。いや。おお耐えた。で死ぬ。おいこれ。あ木の実。物理技を受けると防御力が一段が上がるという木の実。お強い。でもちょっとこの。今日は。ポイチャー頑張れ。さあ、さあ何をしてくる。ヤドイギ。よし当たった。嬉しい。さあ。ヘビボンあんのかい。何ヘビボンって。ヘビボンバー。やばいやばいやばい。待って。ちょっと。ヘビーボンバー持ってた。それは何ヘビーボンバーって。鋼タイプの技。なるほどね。キワワが対戦ないやつね。わあ、まさかの。やばい。死ぬ。待って。やばいよ。あ、とりあえず、何とりあえず。意味ないんだって、白の言わなきゃとりあえずしても。やばい、負ける。さあ。行くしかないか。さあ。いや、こいつマジで強いね、ブリザボス。ごめんなさい、実況できないです。ごめんなさい。わかんない。とりあえずこいつが強いね。強すぎる。ただこっちもダイマックス使ったから。3盾よりは。ポリゴンのダイマックスどうなん。なるほど。こんな鳴き声。さあ、ポリゴンショック。バカジなんだろ。第3弾で半分に。全然じゃん。え、なんでブリザボスマジ強いから。硬いじゃん。カチカチやん。ヘビーボンバーは体重が重いと威力が強くなる。そう。ただこのキュアワが残した宿り気がね。あ、なるほどね。あ、他のキャラでも効くんだ。なるほどね、地味に。まだは大ウォールして、うん、きなさい。せで、なるほどね。で、あられ闇ので宿り気が宿り気で倒せる？いや、倒せない。倒せないか。倒した。これチャンスやん。またあと一ターン残ってる。ただ相手が何？いや、絶対ルージャー出てくる。最後か2回目ルージャー入れてくれるはず。キュアの死は無駄じゃなかったということを。確かにね。ルージュラだ。来た。鳴き声テーンテーンです。来た。ルージャー弱いでしょ。いや、私のはい。お風呂に浮かべたい。まあ、いえ、確かに。滅びの歌やられたよ。ねこれ。やばい。一応あったね。金銀にもあった。ルージャー強いじゃん。さあ第3弾で一撃で死ぬ。やばい負けた絶対負けた。あれ褒美の歌って確定で聞くんでしたっけ。うん、確定か。ルージャー強いじゃないですか。まさかのガチルージャ
守るとかあんのかな。ああありそう。一回放電はどういう効果。電気技で3割で麻痺。ルージュラも素早さ結構あるこいつ。ああありそうだな。さあちゃんと実用的に吹雪当たるんかい。え吹雪ってああ大丈夫。響きやばいやばいやばい。いやせめてこいつだけでも自己再生して俺たちのルージャーが。ルージャー確かに舐めてたから。いや、はい、いや次死ぬんじゃない。死ぬ全然何してくる。吹雪かな。やばい、これ放電だったら次の相手が誰か。悪魔くん、あれ眠る、眠、聞いた。え、眠るのこれって。眠った眠ったルーチラに負けたルーチラが強すぎた。しかもまさかの友倒れ。ルーチラとすごいじゃないですか。ルーチラ強かった。強いじゃないですか。滅びの歌って確か使わないからな普段。やっぱブリザポスを一撃で倒せるポケモン入れてなかったな。え、あれって先にルージャーが滅びの歌で死ぬ前に倒したらなくなる。ああ間違えた。なくなる。え、滅びの歌交代すれば。あ、解除されるの、うん、でも交代できないからもうあと一匹しかいないから死ぬしかないっていう。はーい、ありがとうございました。まさかの電人さん勝利。電人さん強かった。強かったな。ルージュラうまく使ってた。高橋さん、罰ゲームで思いっきり殴ってもらっていいですか。頭もう負けたんでね。え、はい、俺がいいの。さいっ、いって、いって、一応ぶつかったし、まあはい、じゃあ、あと 1,2 回やっときます。まあ視聴者は多分いなさそうっすね。なんか持ってる、今持ってるのはさすがにいないかもしれない。うわぁ令和の大勝負、面白い試合でしたね。はい、読み合いがね。あ、そう、360人も増えちゃった。はい、ルージュは強いじゃないか。やっぱ素早さがあれ90族ぐらいあるのかな。えレベル50で。いや、うん、ルージュだって いくつだろう。デンジさんおめでとうございます。はい、デンジさん負けました。ようやくようやくできて、ようやくね。まあ95族だ。やっぱ95族って何。素早さ所属地。へえ、高いんだ。まあ割とルージュのくせに。もう一匹、まあ多分氷か、氷ってきたら氷パーティーだったの分からんけど。いや、どうだろうね。ああ、クリア後で持ってるけど対戦できるパーティーがないと。ああ持ってるけどまだ最初の街ですってえ、でもこれって去年のソフトよね。最近そうだな。スイッチャー1年は経ってるよね。ああ95族って何。95族。何95族って。そうなの。あと15分後ぐらいに対戦お願いしたいですと。どうします。ああ全然全然。え、もう一回僕か。素早さ全振りだ。ああ、素早さ全振り。臆病最速ってことっすよね多分ね。デンジンさん。デンジンさん。ああなるほどね。全部そうか。確かにここでまあボカシさんがあと15分ぐらいで対戦できるから、その間なんか1回ぐらいやってもいいんです。フリーかなんか対戦。まあ持って対戦によってレベル50しなきゃいけないですね。51じゃダメってことですよ。51でも50になる。あ、なるんだ。100でも50になる。でも50の時の技とかになる、ね。うん、そのポケモンってその、うん、素早い。あ、やっぱはい、そう、臆病決まってるから。何その ステータスが。あ、レベルいくつで何々、うん、だからガブリアスとか基本的にみんな最速にするから、容器最速にするから。うん、素早さ一緒だから、ガブ対ガブはもう運ゲーというか。あ、なんで一緒だから。そう、素早さが一緒だと思う。いや、スイッチ買っ、スイッチ買ってください。で、あと PSP 返してくださいいや、あの俺のPSP のプレミアエディション高橋さんに貸したまんま実家、ファイナルファンタジー7クライシスコアのプレミアエディション実家にあるってどうしようもないですよ、もう。ほんとあ、レベル1でも50になるんだ。めちゃくちゃいいじゃないですか。じゃあえ、努力値さえ振ってれば全部その50の時のなるってことか。へえ、スイッチ今日は、あの今日はそうです、7時からで、あと9時から別の配信なんで、はい、へえ、サンドイッチ行こう。なんか間ちょっと俺やってもいいですか。
ああ確かに。俺がその高橋のパーティーちょっと分からず初見でちょっとやってみて。天神さんありがとうございました。ありがとうございました。はい。ちょっとじゃあ15分間ボカシさん高橋さんってちょっとやったことないの。じゃあそのニャース何でもいいです。なんか知ってるポケモンのチーム作るか。ああ作るお願いします。お出用のおのあの金銀初代。一応あの高橋軍団1、2、3、4、5、6、7、めちゃくちゃいる。めちゃくちゃいるか。8、9までこれ全部一応あの努力値とか全部振ってるそのうんなのねほぼ最強な、うん、え俺ヘルガーとか好きなんですかいないですかヘルガーヘルガーいないんだよなヘルガーあ悪とか好きなんですか悪あ切り刻んはでも知ってるポケモンがいいよなそう悪とかまあ、ゲンガーとか闇ラミは闇ラミ闇ラミってなんか聞いたことある悪ゴースト闇カラスルカリオって伝説ポケモンじゃないですかあんま伝説でもないけどそうかえ使いたいポケモン6匹やった方がよくないあじゃあゲンガーああゲンガーあいるゲンガーでも偏るとあれでしょ偏るとその、ま、一気に負けやすいでしょあでも好きなの使えばあゲンガーとあれと一緒カリンのセーフと一緒よ強いポケモン弱いポケモンそんなの関係ないえ どれ怪力あ怪力いる怪力本当はゴーリキあやめいないですかゴーリキあやめはいないよゴーリキあやめいないか前澤社長のところにいるよいやもういないんだよえあと誰あと待って全然知らない格闘と今ピクシーって弱い人だってえピクシー強いよ あの女の子上のルカ、サーナイトサーナイトサーナイトあでもスカーフ怪力とスカーフサーナイト使ってるからちょっと同じ道具持ってないんだよあなるほどねいやじゃあ怪力、あとは知ってるポケモンいるあのカメのやつ知ってるけどクソやでしょあんな どれ左上から2番目のカメカメあツボツボマジであの金銀で全く使わなかったからツボツボ強いよいや使い方によっちゃうあとサンダースあサンダースススサンダースえ俺のちょっとあの特殊なサンダースだけど大丈夫わかんないよえ俺のあの火炎玉早足サンダースっていうわかんないあでも待ってマグナさんがやりたいって今来ちゃってるからあ高橋さんそっちやめましょうごめんなさい高橋さんじゃあマグナさんじゃあまたあのあれ入れましょうか対戦でシングルでいいですよねうんボカシさんはまだですね、マグナさんマグナ準備できてるのやってみてマグナ B さんですねはいじゃあ適当に打ちますよはいはいよシングルねシングル、4736-9921はい4736-9921貴重な対戦希望です確かに一周どのぐらいの時間でクリアできるんですかこのゲーム一周ってね、その…だから最初からエンディングまでその…あんまりその…わかんないんだけどさあ、対戦…あ、さっきじゃパッて出んのか左じゃなくて、パッて出んのか、うん、マグナさん、はい、お願いします4736-9921ですテントントン、テントントンだって初代とかはだって1日でクリアできるじゃないですか、頑張れば1日だったらできんじゃない24時間あればさすがにメニュー画面にしない方がつながりましたってさっき電人さんが来たけどこれメニュー画面あメニュー画面しないこの画面の方かそうかさあマグナ B さん4736-9921ですはいさあまだ繋がんねないかなあ来た来たよし俺がやっとこうはい繋がりましたね対戦ルール決めるとじゃあ自分決めますねなんか待っておしっこいっちゃった多分、6匹中3匹3対3で、マグナさんはい繋がりました今繋がったでルール決めてくださいあノーマルバトルタワールールの方がいいのかそれは何なんですか3そうだね3匹になるからこっちがいいのかあ、ね、さっきみたいなことなんだよさあソードシールド15時間くらい全クリできる、うん、任天堂社員の友達は見てるよ本当いや見てないですよどうせ
渡辺徹さんっていうの、確か下ネタは出てこない。いつも配信やってるとひるちゃんがずっと喘ぐのに今日喘がないエンディングまで短かったのかな、うん、さあ、あ、ありがとうございます。あ、金玉執行処刑人がコメントくれました、はい、これででけえ金玉、金玉処刑執行人がナイスパーです。テント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 ン、ナイスパって何？ナイススーパーチャット、まあスーパーチャット送ってくれた人に対しての、うん、ナイス金玉。この人はあれです、あのアイコンがあのジェニシが書いたヒルちゃんのやつです。あ、そうか、ジェニシ絵うまいのか。絵うまいです。いやー、なんか、ああ、そうなんだ。今回の相談シュートってパーティー全員に経験値が入るんですね。あ、そうみたいな。レベル上げ簡単ですよみたいな。そうなんだ。はい。そうです。いや、痒くなんないよ、この部屋別に。ちょっと、あそこ、さあ、マグナさんが、あ、ルージュはいない、ギャラドス、ハッサムか、あれ。うん。ハッサム、スライムベス。スライムベスじゃない。ヒーロトムね。その下はゴリラみたいな。うん、で、あ、ローブシン。で、サンダー、エンテイ、エンテイか。エンテイじゃない。ランドロス。全然わかんない。さあ。たかしさんのやっぱおすすめ、やっぱゴリランダ、ゴリランダ毎回言うじゃん、ちょっとゴリランダ強いの好きなんだよな。ゴリランダ、ゴリランダと、あ、ヒードなんてのがいいぞ。さあ、サンダーも強いね。ルージュは置いてきたと。はい、いいのかこれで。さあ、3体こうか。さあ、対戦でございます。なんかみんなやっぱ結構がっつりやってるんだね。まあ、だって、いや、その周りの芸人あんまりいないからさ、そのがっつり いないね。確かに確かに。まあやってクリアぐらいまででしょ。なんか暇、ここまで育てて、はいはいはい、で限界まででしょ、あの努力値マックス。あ、みんなやっぱ女系だよねえ、マグナさんって女性？あ、 JK ボンバーズ、 JK ボンバーズやっぱ電磁のサンダーの今の関係やっぱめっちゃ見る、うん、そうなんだ。さあ、あ、ギャラドスだ。ちょっと待って、あ、こっち相性いいんじゃない、これ。電磁波とか低いでしょ、サンダーってか、ギャラドス。へぇ、昔と比べて育成難易度下がってるから、はい、いいです。あ、ロマポで山本さんとかガチガチでしょ。あ、確かにやってる。暴れる君、しょ、あ、引っ込めた。猫オーブン猫オーブン、あ、かわいい。それだったら10万ボルト打ってる方がいいじゃねえかよ。スターカモン絶対ない。猫オーブン、これポケモンなのこれ。だって機械じゃないこれ。かわいい。読んで打ったのにな。なるほどね。JK、 かわいい。キャワはかわいい。ちょっとマグナの女キャワかわいい。オーバーヒート、うええなんそれあ、絶対一旦耐えるってやつ。さあ、どんぐらい？戻る。そして一応するんで行こうも。うわ、控え。これメガネってことか。メガネ。ああ、なんで。で、誰だ？ギャラゾスの名前 VVF って。気になる。威嚇入るんですよね。威嚇は 100% 出ちゃう、うん、次の、あ、あ、かっこいいエフェクトが。次の前こういうかアップでしょ。あ、そうか、高いとこもね、動画やってるから配信やってる。だから高橋さんもちょっと
パソコンか買ってやってくださいよ、もう。もしくはうちでね、やるか。この家で。さあ、来た。ダイマックス。同じ技しか打てなくなるけど威力上がるってやつがメガネの。あ、そうそう。こだわりメガネが特殊のやつで。だからさっきオーバーヒート。スカーフかメガネだと思うんだよな、オーバーヒー連発したの。はいはいはい。あ、向こうさっき来た。氷の牙とか持ってんの？やめてよ。何？え、技でってこと？うん。でもダイジェット打たれるからな。耐えられるよな。え、ダイマックスなった時って結構技が限られるってこと？ダイジェットみんな打てるってこと？飛行機。いや、その飛行タイプじゃなくても飛行技を覚えるなら。あ、どんぐらい入んのこれ、ダイドラグーンって。それで？おう。まあ、まあじゃない。ダイジェットでどんなもん。さあ。二体はしないか。こういう。さあ。おお、全然反応ない。でも攻撃素早さがあるのか。はいはい。確かにスイッチ買わなきゃな。こう抜けばいいです。いや、バカでけえ金玉、バカでけえ金玉、ヒルちゃん。片方で。さあ、大。向こうも大王で。これ、あれじゃ一回防ぐってやつ、うん、読み合いだった。いや、俺の股間のマルマインとアーボックはでかいよ。だいぶ。で、戻る。ああ、ちっちゃい。ゴーブ。互角なのかな。素早さ的には向こうが早いな。あ、すごい。で、まあ、また猫オーブン。はい。で、あ、倒した。で、でも次も激鈴になっちゃうでしょ。で、ギャラドスの威嚇がもう一回入るからこれでプラマイゼロ。むしろ、まあ、やばばばいなおね。たまたま、たまたまとかナッシー使ってる人いないでしょ、これだって。ナッシーとかいいんじゃない。え、いるんかな、ナッシー。いや、めちゃくちゃ煽ってくんな、俺の股間のこと。君のアーボは小さいんだね。でも素早さは俺の方が速いだろ。一回こいって、これ激鈴で落とせるよな。激鈴ってどんどん上がってくるでしょ、こいつ。いや、上がっていかないんか、元が強いだけ。はい、これで落とせるか。落とした。これでいったんじゃない。いや、あと1匹が誰か。確かに誰がダメ、何タイプが悪い。相性ん、ちょっと名前がたまたまか。ああ、ハッサンか。ハッサンも色違いではないか。あ、緑か。さあ、どうなんだ。俺のロンズは小さき。なんだこれ、強っ。何何今の。ただこれ倒したんじゃない。でもない。さっき次の前使って、ああでも勝てえな。今一つだから。うん。あれ？あ、そう、激に使うと混乱するんだ。あ、で？これ身食べて？あ、意味ないか。無理でしょだって。素早さ的に。でサメ肌で。うん。で向こうにダメージ返して。サメ肌でダメージだってどういうことよ。はい。さあ。いいぞ。さあ、そうか、さっき自爆オイルはもう死にかけだったね。これ八の。あ、プレッシャー。ハイプレッシャー。さあ、これどんぐらい食らうか。おう。よっしゃ。だ、あ、これ、これ、与えにくいやつ。四倍。あ、危ねえ。あった。あれだしゃ。じゃあ勝ったんで俺が思いっきり叩きます。なんはい。
マグナさん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ありがとうございます。マグナさんも来ましたね。はい、ありがとうございます。ギエピー、いや、ギエピー大丈夫、ポケモンの4コマでしょ。はい、さあ、いやあれか、ぼかしさんはいけるんですか。もう次連続でいけるなら、え、あ、サスケが、サスケさんが見てますよ、たかしサスケさん、サスケさんポケモンやってないでしょ。サスケさんゲームチャンネルやってるの知ってます。あ、そう、あのキャプテン翼とかやってますよ、サスケさん。あの、え、ハッサム何、道具何持ってたんだろう。ああ、さっきの、さっき最後のとどめ刺した3段の技は当たりにくいよ。熱風命中率 95%。 ああ、でハッサムが虫鋼だから4倍か、この4倍。あ、じゃあもうほぼ確実に当たれば、あの、もう5分ぐらい来てください。サスケ、サスケさん、メイデンってタカシのポケモンだね。いや違うわ、トレーナー、トレーナーな、え、何ボールで捕まえたの。え、何ボールで捕まえたのポケモンの。マスターボール。あ、いや、もったいないわ、もったいないわ。はい、サスケ、サスケさんね、サスケさん、まあね、サスケさんね、俺もう俺が洗脳してるんで、あの視聴者、相方、相方って言っても視聴洗脳して組ませるように、そう組ませるように。そう、サス、ただサスケさん来たら視聴者減っちゃったんですよね。さあ、ボカシさんがあと5分ぐらい来るってことで、え、ちょっとポケモン見させてくださいよ。あ、見たい。じゃあちょっと対戦する時間ないと思うけど、ちょっと見たいな。その今のポケモンがどんなん、全然知らない。え、今のやっぱサザンドラずっと強い。いや、もうちょ、フェアリーが多くて、フェアリー、その悪ドラゴンだから、はい、フェアリータイプの技が4倍なのよ。へえ、だからちょっと正直フェアリーが蔓延してるから。ピクシーとか使うでしょ。ピクシーめっちゃ強いよ。命の玉マジックガードピクシーってめっちゃ強いのよ。これ命の、そのピクシーのマジックガードっていう特性があるんだけど、うん、それってあの攻撃以外でダメージ受けないの。え、あ、じゃあそのあられとか、はいはいはい、砂嵐とかのダメージゼロだし、命の玉ってあの技が 1.3 倍になるんだけど、その代わり自分の HP がちょっと減るの、はいはい、ただその HP が減らないっていう、その代わり 1.3 で、その割に 1.3 倍で攻撃できるから、すごいな。常に特攻がもうその特攻収録値161でしょ、はい、その 1.3 倍だから190いくつ、まあ、200近くの特攻、はい、あ、しかも技こんな覚えましたけど、炎、氷、電気、フェアリー強っ。あ、妖怪視聴者ペダシは気まずいんだけど、助けちゃう、ね、いや、俺自爆しないよ、イケメイデン自爆。まあ俺だからメタ、ヘビメタね、鋼タイプ。なんで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 だよ。さあ、気まじいな。え、あと強いのはストリンダー。何、ストリンダーも電気毒タイプっていう、知らねえ、電気毒。こいつって地面4倍なんだけど、うん、まあ、風船ってアイテム持ってるから、うん、攻撃受けるまで地面タイプの技が食らない。はいはい、弱点だけどね。あ、うん、待って、特性パンクロックじゃん。あ、これめっちゃ強いよ。この音技の威力が上がるっつって、うん、音技が2個、爆音波とあとオーバードライブって技が音技で、めちゃくちゃ強い。え、シドビシャスは、シドビシャスね、シドはいる、シドはいる。いや、金玉飛びすごいな。メタル童貞ポケモンだって。え、ほんとメタストリンダー確かに。え、玉砕の俺ね、メタ違う、俺特性あった、そういうね。タイプは、え、これはヌル、タイプヌル。え、タイプヌルって何。え、タイプなんたってなこと。こいつなんかいろいろアイテム持たせて、なんかあのタイプが変わる、安納みたいなことね。でもこいつ進化の奇跡持ってるから、うん、めっちゃ強いのよ。進化の奇跡って、あの進化前のポケモンが持ってると特防と防御力が 1.5 倍になるの。はいはい。でもだからみんなポリゴン2に持たせてるの。ああ、なるほどね。進化ポリゴン Z の進化の前だから、進化の奇跡ポリゴンはマジで強い。だから2なの。さっきのもじゃあ持ってたんですか。あ、持ってる。ポリゴン2は絶対進化の奇跡。バチン、バチン、バチン。これも特製エレキメーカーだから。なんで3体もいいですかこれ。いろんなあの物理タイプとか。めちゃくちゃいいんだ。俺全やっぱ鳴き声覚えなきゃ。あ、こう横、ここ押せば隣の見る。はいはい、あ、カビゴン。あ、あ、あ、ヌオウだ。ヌオウも強いよ。ヌオウは天然ヌオウっていうのは、この今あのダイマックスの技使うと、あのダイナックルって格闘技使うと攻撃力が上がるじゃん。はいはい、あとダイジェット素早さ上がったりとか、そのいろいろ上がるんだけど、天然っていう特性だと、どうあの相手の能力が上がっても上がったことにならないっていう。あ、じゃあ天然っていう、そのだから攻撃力が5段階、6段階上がってても全然食らわないで、そう、普通のダメージ。ヌオウ
氷っぽも強い。氷っぽこれ？いやこれこれポケモンじゃないでしょもうちょっとねえゆるキャラかなんか。アイスフェイス。ねえ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 。特製アイスフェイスが強い。いやいやこれポケモンじゃふざけ。いやこの氷っぽまず強いのよ。ふざけてんじゃんちょっともう。この特性がアイスフェイスっていう。あサッシーが来てサッシーサッシー原に。えサッシーを見てんの？いや違うサッシーだけど。えアイスフェイスってあの物理技が、うん、あの雪状態あられ状態の時だとあの一回ミミッキーみたいに防げるみたいな。ああだよね。ただ物理技なんだよね。あのねピン卵ちょっぴり見えっぱい。性格は関係ない見えっぱい。陽気だから。知ってるポケモンいる？エッチなポケモンがいないですか？女タイプ。ちょっと横見てて。アシレーヌとかエッチじゃない？アシレーヌ隣これ。いやエッチじゃないよ。いやサーナイトは人気なんです。アシレーヌセクシーじゃん。あセクシー。いやちょっと違うな。これアシレーヌ臆病最速メガネにしてるから。あのこいつはね攻撃戦も歌方の、うん、あ曰くこの曰くが強いんですよ。岩石封じ。何岩石封じ。あの相手の素早さ1段階下げて弱技で、こいつ防御力高いから210ボディープレスがめっちゃ入るの、はいはい、ボディープレスって技は防御力 の、 あの、はいはいはい、攻撃の数値じゃなくて防御の数値で攻撃するから。ブースターじゃないですか。ブースター粗品が大好きなブースター。ブースターでもちょっとあんま強くないと思うんだよな。ヒヒダでもあー聞いたことある。アーマーがマジで。あこのサザンドラ上、うん、これ色違いサザンドラだから。えめちゃくちゃレアってこと、うん、えだってサザンドラって野生で捕まえられないでしょ。これ色違い産ませたのさあ、足で、ね、あアマージョエッチかもね。アマージョってでもアマージョ俺いないんだよな。これそこはレベル100か100だからこの数値か。流星群が強いでしょだって確かずっと聞いて。うんマジで強い。サザンドラの流星群マジで強い。あ不思議だね。あれどれあこ下このインテリオンも色違いね。あこれ、うん、2匹とも。いや違う下これか。え元の色は何ですか。このインテリオンの色がかっこいいんだよね。色違い僕の元の色が分かんない。青じゃなくてこれの強いからインテリオン。いや色違い結構出したんだよ俺産まして。えそれ運でしょもう。ね、4096分の1の確率なの本来はね、うん、で光るお守り持ってると4096分の3になって、うん、で海外のメタモンと日本のポケモンを産ませると何分512分の1ぐらいの確率。だから一日中やってれば配合してれば一日中卵産ませたら基本1匹ぐらい出るんじゃない。これ自粛中にずっとやってたから。インテリオンエッチだな。あーこれ水開くってこと。こいつは水か合力あれちょこの隣これ隣上これも色違いルチャブル。ルチャリブレから来てるってことでしょ。ルチャブルのこれ色違い。もういや元の色が分かんないな。元の色が分かんないな。これ軽技にして本当はあのエレキシードとか持たしてバチウニとコンボしてたんだけど、格闘飛行なんだ、うん、あんま見ない。特性軽技っていう。へえ。これアイテムを消費すると素早さが2倍になるっていう。いやめちゃくちゃなんです。覚えらんねえな俺。で、あのバチユニのエレキメーカーって言って、うん、場に出ると電気のそのフィールドになる。フィールドになって。エレキメーカー。でそのエレキフィールド状態の時にルチャブルが出てくるとエレキシードってアイテム持ってると。うん、どうなんですか。そのエレキフィールドの時にエレキシード持ってると。その時に防御力が1段階上がるの、うん、でそのアイテムを使った消費したってことでさらに防御力1段階上がってさらに素早さが2倍になった状態のルチャブルが出てくるみたいな。あ、ゴーリキのこれのドドン。あ、ごめんなさい前澤さん。さあ、あ、ぼかしいけそうです。はい、ぼかにじゃあぼかにこれでちょっとね、本日ラストバトルとせめて勝ってほしいね高橋さんには。僕はにじゃ、どうしましょう。2回ぐらい勝ったそれ。勝った確かに勝ったか。電人さんには負けたけど、その後そうか。勝ちましたかね。はい、じゃあまた。あ、じゃあ間違えた。いや、俺ね、ソーダ&シールド買う前に終えたルビアのサファイアからやってないから、そっからやんなきゃ。はい、じゃあまたシングル。はい。まあでも、覚えることがマジで多いと思う。ぼかしさん、じゃあ、だって特性とかまだ分かんなかったから、ね、努力中。いいですか。はい。416
69 4169はい8836はい4169-8836はい4169-8836はい、あ、ボカイさん JK だって。え、女子高生かな。しゃあワンちゃんね、ワンちゃんワンちゃんなんて名前でやってるのかな。あー、わかんない。でもパッて出てくるでしょ。いやー、ポケモン やんなきゃいけないんですけどね。え、ルービー&サファイアがゲームアドバンスでしょ。あ、そうそうそう。でしょ。で、その後はえ、DS 赤、緑、金、銀。金、銀はゲームボーイか。そう。で、ルービー・サファイアはアドバンス。で、その次は何だっけ。ダイヤモンド・パール。ダイパ、ダイパ、ダイパって DS？ え、ダイパ、ダイパとサン&ムーンとブラックホワイトぐらいでしょ、間の。ダイパー、金、銀、ルビーサファー、ダイパー、ブラックホワイト、XY？ あ、来た。あ、来た。うん。あ、XY もあんの？めちゃくちゃあんな。全部やってるでしょ。全部やってる。ってあ、レストって名前？レストで、はい、レストで。僕が決めますね。あ、そっか。ワンチャン、これワンチャンっつったらピッカイ高木さんになっちゃうから、そう。ふにゅーふにゅー。さあ、ルールは、3対3のやつで。そうだね、ルビアのサファイアの女このレトロフリグできるから、そうだね、やろうか。ダイパー DS か、ダイパー DS。 さっきと違うのにしようかな。じゃあ、なるほどね。でも結局サンダー入っちゃうんだよな、海流とかも。いやー、でもさっきでも違うのを見せた方がいいよな、違うパーティーを。あ、ブラックホワイト、ブラックホワイト2マン。ダイヤモンドパー、ホワイトバック、ホワイトバック2、XY3 アンドム、めちゃくちゃあんな。だって今、第8世代みたいに言われてるんじゃない？1234567-8の8？ うん。めちゃくちゃオーロンゲ、オーロンゲ。向こうは？あ、向こうミミッキューじゃん、ミミッキュー。ミミッキューとカビゴン。レストさん、ミミッキュー、カビゴン。あ、バンギアスだ、バンギアス。金銀で最強と歌われたバンギアス。ヒューちゃん、そう、ヒューちゃん、いや、ヒューちゃんハゲたんじゃないの。ハゲちゃん、ハゲちゃん、あ、ハゲちゃんです。そうか、リメイクのね、あのファイヤーゴールド、ソードシルバーね。まあ、ソード&シルバー買うかな、ヒューちゃんに買ってもらおう、スイッチ。スイッチの、あの、ゼルダの伝説もやりたいんだよね。いや、そうなんです。金銀下脱だとですね、多分追うのに1年半ぐらいかかる、ね、相当だし。はい、さあ、レスト。絶対絶対女だと、絶対女 JK だ。ポケモン、ポケモン、ポケモン主人公を女にしがちってあるよね、うん、ねえ、なんでみんな、まあ、男人気ないんだな、やっぱ可愛くないんだな。あ、ドラパールド。あ、お、オーロンゲ色違いです。あ、色違い、オーロンゲ色違い、これも頑張って出しました。さあ、始まりました、ぼかしのレスト VS たかしさんのピンキー。俺はね、俺第 7.5 世代ですね、お笑いで。さあ、トリックオートリート、トリックアトリート、何これ。おぉ、道具入れ替えなんだ。え、何のアイテム持ってたんですか。悪いアイテム、気合のたすきを持ってました。なるほどね。でもドラパルト高校の尻尾持たせたんで、うん、もうあの素早さめちゃくちゃ速いんだけど高校の攻撃になっちゃう。なるほどね、絶対に、はい、そういう対策もしてるね。対戦するとキャラは大体ちょっとだね。あ、そっか、女主人公が着せ替えが多い。あ、ミミッキーだ。そいつなんだっけ、なんか守りが強いんだ。今日はマジで強い。みんな使ってるな。やばい。え？剣の前やられてる。剣なんて物理攻撃でしょ。うん。やべ、リフレクター意味ないやん。耐えるよな、影打ち。いや、チャリつく。いや、ポケモン最初20時間きついよ。さあ、すり替え。うん。弾。やばいやばいやばい。これやばいんだ。なんで？二連続。さあ、これはミミッキーが最強になっちゃってる。
え、やばいよ。これ連続3回も重なるの？6段階上昇。最強ってこと？でこれ倒せる？倒せないか。いや絶対1回攻撃防いから。なるほどね、そうかリフ、そうか。ポケッ。影打ちね、俺全抜きされるぞこれ多分。嘘。影打ちってのは普通の攻撃？先制攻撃。え、あ、じゃあでつく。やばいやばい、めちゃくちゃ強いじゃん。やばいよ、やばいよ。さあ、ミミッキュの正体がポリゴンっていう都市伝説。そんなの、都市伝説もある ね、 ね、積んだ。やばいよ、どうする。積んでるよ、俺積んでます。え、なんか防ぐできない？防いだり。ミミックは素早さ速いけど、やばいよ。さあ、出た。ドアあ、プレッシャーで攻撃が下がるんじゃない？ない、なんかない。え、ちょっと待って、さあ、素早さはでもこっちの方が速いでしょ、ミミって。これで一撃で落とせばリフレクターだと一ターンだけだもんな。あ、そうか、気合いのタスキ持たせてたんだ、ミミって。さあ、いや、でももうあのダメージ減ってるから。あ、なるほどね、大丈夫、いらないから。さあ、大でかくなって、なんだっけ、大ハード、大ハードじゃない、大マックス、大マックスね。あー、やばいよ。あー、ミミッキも使った。これもう一撃で倒されちゃう、もう死んじゃう、やばい、おしまいおしまいけ、おしまいけ、おしまいけ、済んだ。うぃやん、凶悪だ。一発も耐えないだろ、だって。いや、でもこっちで一発で大、これで倒せない、大丈夫、倒せない、倒せないと思う。急所、急所に当たれば。あー、いやー、あ、気合いの助けは一分で満タンじゃダメなの。あ、なるほど。さあ、何、大砲、何これ、避けろ、避けろ、避けろ、よーっ、耐えるぞ。え、6段階上昇でも、あ、リフレクター、 あったんです。ギリギリこれで倒さなかった、これで倒さなかった、まずい。あ、ダイボール、あ、まあ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 ね、まあね、これ2連ダイボール決められたら負けるわ。あ、そうか、そうか、そうか、もうそうか、倒せるあれじゃなくなる。2連ダイボール決められたら、ただ2連は成功率高いでしょ。3分、3分の1、4分の1ぐらいじゃないの。さあ、どうする、まあ、ダイボール使ってくんじゃない。2連ダイボール決まったら俺は負けます。なるほどね、もうコントローラー投げるわな。あー、失敗。よし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 、これはまさかの、まさかの、あー、倒した倒した、ミミッキー倒した、あっぶねー、おしまい、けど倒した。でもまだドラパトーンもう1体が、そっかそっか、まだ向こう2体残ってるから。さあ、ミミッキー強かった。熱い戦いだよこれは、熱いよ。リフレクターが効いた。リフレクターなかった、それ死んでたのか。そっか、これ倒れた後に出るポケモンも決まっちゃってんの。バンギか。あ、そっか、選べんのか。バンギ出す。さあ、砂起こし、あ、これだ。あー、なるほどね、砂起こし、はい、で、ダイマックスが解けると。で、さあ、どうする。やばいな、俺もうこれ負けるぞ。あれ、倒したのに、こいつは相性が良くないと。エッジが、え、あんま効く、ええ、えストレージはそんな強いの。え、こんな入んの。めちゃくちゃ食らったやん。まあ、さっきなんか防御力下がったって出たからじゃない、なんか向こうのなんかミミッキの技で。さあ、あ、絶対倒せない。いや、わからないわからないわからない、強っ、そういう、そう強いんだ。ちょ、この砂足でパンツ見えない。さあ、竜の前、能力アップだっけ。さあ、こういう素早さ、
おお、いいよいいよいいよ、避けた。え、たださっき避けて、これ龍舞2回つまバンギ、いや倒せねえしな。あー、激凛ね。エッジで死ぬよな。でも激凛打つしかねえか。まあ戦わないとね。さあ激凛急所急所急所。ああ、さあ当た当た、いやあ、やった、なんでなんで、え、そんな当たりにくいのストーンエッジって80%とかでした。 あでもまあまあ、あ、まさかのまさかの、いや運に救われてるよさっきといい負けてるはずなのに。いや龍舞もう一回積みたかったけどな。いや積まなきゃ逆に正解じゃないですかこれ。いやただちょっと次混乱す、あ、そうか、混乱する可能、え、2回3回ただドラパル、だから2か3なんだよ。うん、じゃああと1回か。混乱したやばい、やばい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 、治んないまさかの混乱したよ混乱したよ、まさかのストレージの密度80、はい、ただこっちの方が早いのか、その高校の尻尾持ってるから、はいはい、で、助けでもないってことは、これ混乱、これ当てれば確実に勝てる、当たれば勝てる、うん、混乱、混乱引くな、混乱引いて自分に、あ、おーおーいやいや、いや、運で勝っただけじゃんね運じゃ、ねえ負けてたでしょ、もう今日、これいやいや、ストーンエッジは命中率 80% だから、ね、いや、その技を採用してるっていうリスクはやっぱあるよってことだ燃えたはい、まさかの運ゲーでしたね。はい、ありがとうございました。え、ちょっと、え、バンギラス何持ってたんだろう、自信とかかな、どうなんだ、いや、その、いや、どうなんだ、向こうアイテムか、はい、ちょっと聞きたいそうです。バンギラス、いや、トリックが効いてるんですよ。なるほどね、トリックとリフレクター、やっぱオーロンゲは無駄に、無駄死にじゃなかった、無駄死にとか、はい、決め技、はい、運でね、そっか、激凛、そうか、すみません、ぼかしさん、アイテムとか何でした、まあ、ちょっとバンギーの道具、バンギーの道具だけパッて書いてくれると、あ、大変ありがとうございました、ぼかしさん、よかったら、何持ってるかと、何ここ聞きたいの、何持ってたんだろう、アイテムそんな重要なんですか、うん、バンギーだす、気になるな、トリックだ、あのミスターサタン、ルージュは、でもまあルージュが強いってことが分かっただけいいや、はい、初手代を、まあ、失敗しましたね。アイテム何持ったんだろう、気になるな、気になるまで買えない、ポカシさん、ありがとうございます。ってことは今日視聴者対戦3戦2勝か、弱点保険、あ、弱保ね、何弱点保険、ああ、へえ、いや、その砂嵐じゃなかったら、うん、絶対勝ったんだけど、うん、あの海竜がマルチスケールっていう特性で、うんうん、マルチスケールは HP 満タンの時に、あの弱点の技が半分になるっていう、お、氷4倍だけど2倍で済むし、はいはい、上技は普通の2倍だけど10倍の、でも砂嵐で HP がちょこっと減ったでしょ、はい、だからあれだと意味ないから、なるほどね、ですとそこにストーンエッジが刺さるとちょっとだったけど、そっか、暑かったということで、はい、ちょっと買わなきゃな、ちょっと買ってください、ちょっとスイッチ置いていっていいですよ、ちょっと、いやまあ今日はこんな感じで、はい、まあ、潰されちゃったので、そうだね、はい、こうか、すごいですね、2勝、さあ、まあ、だから良かった、まあ、プライベートで、まあ、プライベートで、あの、なかなかぶつかることないのか、こうやってあのパスワード指定しないとなかなか難しいの、いや適当に潜ってるだけだもん、ね、でもまあ適当潜ってるんで、まあ皆さんもよかったらぶつかってください。ストーンエッジは命中率 80% だから、いやでも80当たるじゃんやっぱり、いや 80% ってやっぱパチンコの確変率 80% ってやっぱ当たるのよ、やっぱり、いやいや分かった、ポケモン俺 80% の技はちょっと採用したくないもん、昔の、そうか、初代の、え、角ドリューとかも80ですもん、いやあれ 30%、 あれそんな姿って一撃必殺、一撃必殺、自信は？自信？自信は100。あ、そう、100か。地割れか、地割れ。あ、地割れは30。その一撃必殺は全て。そうですね。そうか、30とか50はあれだけど、そうか、80は、いや、おやっちゃうな、80だった。そうか。ソードアンド面白いので、エキスパンションパスって何？エキスパンション。ああ、
無常続き鎧の孤島と冠の雪原っていうその新しいああ続きのやつがあるんですね。やんなきゃな。80の技は俺正直あんまり採用し、そのダイマックス前提だったらあれだけど、だからサンダー基本的に使わないじゃん、うん、ダイマックスじゃないと。あ、そうなんですか。当たんない。防具は 70% だから。あ、そうなんだ。だから。ただ雨の時は 100% なの。はいはい。暴風ね。まあ、80は、そうか、みんなそうか、スパロボとかね、そうか、外すから、じゃあ買う。じゃあ。はい、というわけで今日は、高橋さんとちょっとお試し配信で、まあ、また今後も不定期でやる、ありがとうございます。やるかもしれないです。もう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。いや疲れてる疲れてる。いやポケモン大使疲れるから、ね、めちゃだって今日だって 1,2,3 でフリーで4,000ぐらいしかない。5,000か5,000ぐらい5,000、まあ、かかんのかこんな。そっか、まあこれでそうか、なんか女の子とぶつかってデートとか DM 送れないってこと。 DM いや DM 送れないんじゃない、わかんない。はい、っていう感じ。なんか全部割といい試合だった気がする。全部いい試合、今日盛り上がったよ、めちゃくちゃ。最後が一番盛り上がったけど最後とそのそうやね、あとルージャーが強かったとかいろいろね。はい、というわけで弱いポケモンなんていないからね。あ、いいセーフ。強いポケモン、弱いポケモン、これはでも本当にいないから。本当強いトレーナー、弱いトレーナーはいるけど、うん、強いポケモン、弱いポケモン、ほんとツボツボ弱いじゃん。ツボツボ、ツボツボの使い方してるやつ。ツボツボ使ってる人いないでしょ。え、コラッタも、ラッタとか、ラッタとかも使い方によっちゃいるんだ。はい、というわけで、はい、今日はちょっと以上になります。なんか告知とか、まあ、ないか。ツイッター見てください。ちょ、またやりたいね。またじゃあ、ましょ、また、ね、ぜひもしポケモン持ってる人いたら。そうやね。じゃあ対戦いつでも。あ、じゃあ高橋さん、今日の日は、3万円後で渡しとくんだ。そんなことやった俺の配信は3万円渡すんで。はい、じゃあ、ありがとうございました。サスケさんもありがとうございます。ありがとうございました。テントントンテントントン。あ、この後21時からグーグル配信やります。でも目が痛いからできないんじゃない。いやいや、できるわ。治りました。はい、あー終了と。はい、寒くないこの部屋。ちょっと待って、まだ音声あってる。おしっこして、おしっこしてください。はい、切りました。あー